はい、こんにちは。今回なんですけれども、なんとですね、ピクミン4とピクミンブルームのコラボイベントがやってきたのでね、こちらをね、紹介していこうかなと思います。で、今回のこのイベントは、7月の21日のピクミン4の発売日から8月の13日までとなっております。手に入るピクミンは、宇宙船のデコピクミンでして、今回はね、ピクミンが7種類すべて登場します。なお、氷ピクミンとか光ピクミンは登場しないみたいですね。ここでね、氷ピクミンや光ピクミンをね、期待した方結構いたと思うんですけれども、今回のイベントではどうやら登場しないみたいです。で、イベント内容はルーレット形式のイベントチャレンジです。こちらのイベントはお題をどんどん進めて金の名をね、たくさん集めていきましょう。といったね、そういった趣旨のイベントになっております。それで今回のイベントなんですけれども、いくつか注意点があるので、今回はね、その注意点だけかいつまんで紹介していこうかなと思います。まずね、一つ目の大きな注意点としましては、今回のイベントは月をまたぐ関係で、お題に使用する季節の花はね、7月の31日まではユリとプルメリアを使うんですけれども、8月1日からはひまわりと新しい8月の花に切り替わります。さらにですね、お題の内容も8月になると切り替わります。そしてね、皆さんが気になっているお題の内容なんですけれども、こちらは今回はね、イベント当日の7月の21日に公開されます。今のところまだ公開されていないのでご注意ください。それで今回のイベントをサクサク進めるのであれば、お題が切り替わるね、7月31日から8月1日の間にですね、お題の進捗をコントロールすることをお勧めします。どういうことか詳しく説明していきますね。今回のイベントなんですけれども、ステージが4つあるんですが、7月の31日にステージの3の4や4の1みたいなね、ステージ後半になった状態で月を越して8月になってしまうと、8月1日からのお題がとても難しくなってしまいます。例えばね、7月31日にステージ3の4で止まっていたら、8月1日からのお題はステージ4の1から始まってしまいます。4の1から始まってしまうということは、出たばかりの季節の花を植えなくちゃいけないから、最悪ここで数日ゲームがストップしてしまいます。こうなるとね、かなりテンポよく進めることが難しい上に、今回はイベント期間が比較的短めです。だからなるべくこの月またぎの時はね、イベントのお題をうまく調節することをおすすめします。具体的にどうすればいいのかと言いますと、例えばね、7月31日までにステージ5まで進めてしまうとか、もうステージ2の4あたりであえて止めておくことか、もしくはステージ4の4で止めておくこと、こちらも大丈夫です。これもやっても大丈夫。この辺がね、おすすめかな。個人的には5まで進めてしまうのがいいと思うけれども、下に紹介した2つをやっても迷いです。お題が切り替わる瞬間は、月が越して現在進めているお題をクリアしてから変わります。だから7月31日にステージ4の4で止まっていたとしても、この4の4をクリアすれば1の1からね、スタートすることができるんで、4の4で止めておいても大丈夫です。そしてお次にですね、こちらもとても大事なんですけれども、欲しいピクミンを確定で入手する方法について、今回もね、紹介していこうかなと思います。こちらは2つありまして、イベントプレミアムパスとお題チケットの2つが挙げられます。まずはイベントプレミアムパスから紹介していきます。イベントプレミアムパスはレベル50以上のユーザー限定で、7月21日から8月13日までの期間中に特典を受けながらイベントチャレンジを進めることができます。この特典は2つありまして、まずはステージ4、8、16、20などの4の倍数分だけステージをクリアすると、それごとに毎回欲しいピクミンが確定でもらえます。さらにですね、ステージを1つクリアするごとにイベントチャレンジで使うエキスが30から40個ほど手に入ります。この特典なんですけれども、最初に挙げたステージが4の倍数になるごとに欲しいピクミンが手に入るという特典がとても美味しいので、この特典目当てでね、入る価値は十分にあるかなと思います。で、本質的にこのアイテム、どういったアイテムなのかと言いますと、このアイテムはどんなに運が悪くてもある程度図鑑を埋めることができる、もしくはコンプリートすることができるというね、ある種保険みたいなアイテムになっております。
逆にですけど、運が良すぎて図鑑が綺麗に埋まりすぎてしまうと少し損をしてしまいます。前半に話したように欲しいねピクミンが必ずもらえる特典がとても美味しいので、これのおかげでほとんどの人がステージ8とか12で、まあ、7種のピクミンをコンプリートできるんじゃないかなと思います。ちなみに価格はまだ明らかになってないんですけれども、前回販売された時は999コインでした。お次にですね、金の苗が手に入る特別なお題チケット、こちらをね紹介していきます。こちらも欲しいピクミンが必ず確定でゲットできるアイテムなんですけれども、こちら発売日が少しずれてまして、8月の7日の月曜日からとなっております。イベントが始まってからね、こちらのアイテムはショップに並ばなくなりました。ここはね注意してください。こちらは図鑑があと一つで埋まるというね状況で使用をすると、プレミアムパスを買うよりもお得にコンプリートすることができます。逆に運が悪くてピクミンが被りまくってしまうと、何個もこのアイテムを買わなくちゃいけなくなって、結果的にプレミアムパスを買っていた方が得をします。ここが難しいところですよね。それでどっちがおすすめかというと、正直お題の難易度と図鑑のコンプ状況次第かなと思います。お題のキノコの破壊要求数ですね、こちらが現在開催中のチェスのイベントと同じくらい少なければ、まあ、無課金でもね無理なくステージ8あたりまで進められるんだったら、イベントプレミアムパスを購入するのは大いにありだと思います。しかも今回はね7種の新規ピクミン追加だから、まあ、イベントプレミアムパスの恩恵も結構大きいんじゃないと感じてますね。またイベントプレミアムパスはねすぐに買う必要は実はなくて、デコピクミンの入手状況次第でパスを買うかどうかを決めるのもおすすめです。まあ、どういうことかというと、最初に欲しい苗が確定でもらえるのってステージ4-4をクリアしてからなんですよ。4-4をクリアしてからだから、ステージ4-4をねクリアするまでパスを買わないで様子を見る、まあ、そういった遊び方になります。図鑑が埋まらずに被りまくってしまったらプレミアムパスを買って、まあ、図鑑が思ったよりも埋まってくれたら、まあ、プレミアムパスを買わずに最終的にお題チケットでコンプを目指す、まあ、そういった方向性で遊ぶのが良いんじゃないかなと思います。あと最後に注意事項なんですけれども、イベントを正常に遊ぶためには現在ねアプリがバージョン73までリリースされているんですけれども、そのバージョン73以降へアップデートする必要があります。こちらのアップデートをやっていない方は今のうちにね済ませておくことをお勧めします。今回はですね7月の21日ピクミン4の発売日に開催されますピクミン4と、ね、ピクミンブルームのコラボイベントについて紹介させていただきました。参考になりますと幸いです。ということで今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。